豊玉姫、または豊玉姫は、日本神話に登場する女神。神武天皇の父方の祖母、母方のおばとして知られる。古事記では、豊玉姫、豊玉姫命、日本書紀では、豊玉姫と表記される。渡みの娘で、竜宮に住むとされる。神の姿は、八ヒの山戸寺であり、衣類婚院ンの典型として知られる。神武天皇の父、 宇賀やふきふご命の母であり、天皇の母、玉より姫の姉にあたる。豊玉姫の、豊かは、豊かな、玉を、玉と返し、名義は、豊かな玉に心霊が寄りつく巫女と考えられる。渡た豊玉彦命の娘。豊玉姫、豊玉彦のように、姫と彦の二者が、ペアで統治を行う体制は、姫彦制と呼ばれる。日本初期、古事記ともに、妹に、 玉寄姫、玉寄姫がいる。また、古代豪族系図集団によれば、弟に、宇都市日金が命、たくいぶり魂命がいる。ただし、豊玉姫命と玉寄姫命が姉妹で日和御みの妻となったと考えられることや、他氏族との系図比較から実際には、宇都市日金が命たくの妹ではなく娘であったとする、説がある。日和御みとと豊玉姫。 イラストレーションバイブリン・ポール以下、特記以外は、日本書紀によって記載する。豊玉姫は、渡積の宮にやってきた日和美琴と結婚し、日和美琴はその宮に三年間住んだが、日和美琴は、故郷のことを思って嘆いた。これを聞いた豊玉姫は、自らの父である渡積に、天孫生前として数嘆きまう。手出し土を懐いた、マウの憂いありてか。と言った。 渡たつみは日和美ことに助言を与え、故郷に帰した。帰ろうとする日和美ことに、豊玉姫は、目かけすでにしんめり。まさにうまんとき久ししからじ。目かけ必ず風東急春の日をもって海浜に、出でいたらん。こう、我がために産出を作りて、愛い持ちたまえ。と言った。後に豊玉姫は約束の通り、妹の玉より姫を従えて、海辺に至った。 出産に望んで、豊玉姫は日和美琴に、目かけ産む時に幸はく花見ました、しかし日和美琴は我慢できず、密かに盗み見た。豊玉姫は出産の時に、やひろわにとなり、腹ばい、蛇のようにうねっていた。豊玉姫は恥じて、今年、我を恥ずかしめざるならば、すなわち海陸愛害をあしめて、長く隔て立つことなからまじ、今すでに片付けなみつ。 何をもって真実なる女王を結ばんや。と言い、こう草で包んで海辺に捨てて、海とを閉じて去った。これにより、こう彦派連部、草吹不豪村と名付けたという。日本書紀の一書によれば、日和美ことは豊玉姫の出産を串に火を灯して盗み見たというが、この一つ顔灯す行為もタブーであったと指摘される。豊玉姫を祀る神社は無数に存在するため、ここでは、 主な神社を列挙する。ありがとうございます。